ナイス、お前もかダウン、カット。なんとか勝てたね。ね。え、よっしゃ。大丈夫？お前謝れよ、マーシャに。こら。は？ごめん、マーシャ。だよな。え？おんま。今日はゆっくり休んで、明日からまた旅に出ましょう。どっちが主人公なんこれ。男気マーシャのがあるで。またかよお前。二日に一回そのモードなるやん。どんだけ可愛い女の子でも二日に一回はだるいで、そのモード。ましてやお前、だるいな。まだ起きてんの？優しいマジで。ごめん。だる。僕はもうこれ以上やっていける自信が。え、だる！え、だるだる。橋本環奈でもこの二日に一回だるい。普通にこれ入んの。お前エグいて。それは裏切るわ。なーに言ってんの？え？なーに言ってんの？はい、なーに言ってんの？冒険に悲しさや苦しさはつきものでしょ。二周、マーシャ二周目じゃない人生。こいつ大人すぎるわ。僕はマーシャみたいに強くない。大丈夫、ハロルドだって前向きになれる。確かにこれ裏切られたら結構萎えるな主人公。だってハロルドには賢者の血が流れてるんだから。そうやな。このハロルド賢者の血に賢者の血が流れてるわけないよ。ああ、もうエグい。もう信じるって約束したでしょ。どんだけいい女。マーシャは知らないだろ、不安で眠れない夜があること。いや、あるんじゃないですか。マーシャもさすがに世界から消えてしまいたくなること。期待という大きな荷物を背負わされて、てかごめん、その荷物に押しつぶされて。ベッドはどうした。これそれでもその荷物を下ろせないこと。ポエム始まった。もうエグい。誰かに愛される自信がないこと。何言ってんの。誰かを愛する自信もないこと。お前、英語、夜しか。それなのに。歌詞が。なんだこれ。誰かに愛されたいと願ってしまうこと。え、歌詞ですかこれ。バーカ。バーカ。え、川。え、川。ハロルドの何がバカなのか教えてあげる。人を愛することができるのに、一歩踏み出せないこと。お前、マーシャ待って、これ、俺、ギャルゲですかこれ。愛されていてもそれに気づけないこと。誰に愛されてるって言うんですか、ハロルドが。マジお前、まさか自分が特別に不幸だと思ってること。不幸だと思いたいやな、自分のことな。そういう落とし頃だよな。特別な不幸に安心して勇気を出せない言い訳をずっとし続けていること。お前マジ5周目だわ人生。そして眠れない夜も世界から消えたくなる思いも、世界から消えたくなる思いも、期待という荷物を下ろせないことも、愛される自信がないことも、愛する自信がないことも、それでも愛されたいという感情、私は知らないと思い込んでること、私が知らないと思い込んでること、あんたがビクビクしてるから頑張ってるだけだっつうの。かわいい。ちょっと泣いてる。なんで泣いてんの。ゲコルデー。いやでも意外と私はこっちなんだけど、私にだけ弱いとこ見せてくれるみたいなとこがいいんかな。もう可愛いマジで。私まで泣いちゃうじゃん。え、なんかえ、これ全部演技なんだよな。でもゆあもうやだ。え、ハロルドの前で泣きたくないんだけど。なんでハロルドの前で泣きたくない。そんな人前でって言うんだったら、こよがあざといな。こ人前で泣きたくないんだけどって言うんだけど、なんで名前だし言う。それまあ一番泣きたいのは俺なんやけどな。なんで僕の前で泣きたくないんだよ。え、待って、求めてないハロルド。聞え、な、求めてない。それ聞くのはだってハロルドの前で泣いて。あ、ハロルドさん、ハロルドさんどんまいです。なんかちゃんとした理由がありました。ハロルドさんどんまいです。なんかもう好きだからとかじゃなかった。どんまいです、ハロルドさん。お疲れ様です。ごめん。謝っちゃったよ。じゃなくて。お？5秒だけ胸貸して。5秒だけ胸貸して。5セコンド？え？え？もう一つやん。俺はもうなんかじゃ一つやんはちょっと違うか。なんか重なってたから なんでそのなんていうんだよ。ありがとう、気が済んだ。とっとと寝て、明日出発するんだから。明日出発するんだから。
何その顔。ほら早く寝るよ。もうしょうがないな。キャラが重なってるから、そんなんかそういうのそんなんやめって、そういう意味で言ったんじゃない。眠れるまで手握っといてあげるから。静粛に。眠るまで手握っといてあげるから。ええハロルドさん、 What？ 愛するとか愛されるとか一人でグダグダ考えるなんてバカみたいだよ。そんなの二人いなきゃできないのにさ。はい、付き合ってはないんだよね。この旅が終わったら何がしたい。それはもう決まってない、ハロルド。結婚だよな、お前な。うん、うん、やっぱり聞きたくないや。なんやそれお前。やばいやん、最優秀女優賞でしょ。